え？え？はい？サトシくんがなんて言ってるかは本編で。ブラックチャンネル。サトシくん、ここまでよく耐えました。オレちゃん主催の闇ゲーム魔界の罰ゲーム100連続配信に出演いただきありがとうございます。いよいよラストゲームですよ。ブラック、俺ここをクリアすれば。もちろん、何でも願いが叶う剣はサトシくんのものです。よっしゃやるぞ。さあ、気になるお題は24時間連続くすぐりです。じー、なにこれ。今からサトシくんはこの機械で24時間くすぐられます。24時間耐えきれたら勝利です。じー、一日中ずっとくすぐられるの？そんなの絶対楽勝じゃん。なんだ、最後の試練ってそんなことか。おやおや、余裕そうですね。じー、さっきまでやってた地獄の合格ぐりとか地獄谷鉄骨渡りとかに比べたらくすぐられるだけなんてぬるいって。何でも願いが叶う剣はもう俺のものだね。自信たっぷり、さすがはサトシくん。じー、いやそれほどでも。じゃあ早速挑戦スタートです。24時間くすぐられる。ちなみに人間は脇の下や太ももの内側など急所をくすぐったく感じるらしいです。体の防衛本能とも言われますが、はっきりした理由は分かってないとか。じー、人間って不思議ですね。さあ、サトシくんのチャレンジは一体どこまで続くのでしょう。いやあ、ちなみに人間は笑い続けると呼吸困難や心不全で死ぬことがあります。笑いによる死は古代ギリシアの時代から記録に残ってますしね。もひゃふえ、なんです。なんて。何を言ってるのか全然わかりません。危険すぎるチャレンジに勇敢に挑むサトシくん、俺ちゃん超感激です。じぃー、ま、頑張ってください。じぃー。3時間後、この絵は何でしょう。カメラちゃん当ててみてください。じぃー、え、あれ、サトシくんまだやってたんですか。おやいや、それだけくすぐられてよく我慢できますね。ま、死なれても困りますし、そろそろ救済措置もつけますよ。こちらをご覧ください。これが救済措置です。ブラックのやつ、人を呼び出しといていないじゃん。あ、お菓子あるよ、ご自由にどうぞ。だってお二人がこの部屋で過ごす間、お菓子を食べた時だけくすぐりをやめてあげます。食べちゃおうっと。助かった。ただし、くすぐりをやめるのは食べている間だけです。これいる。今ダイエット中だからいいや。美味しいのに。よし、師匠ってスタイルいいよね。え、そう。どんなダイエットしてるの。特にしてないよ、毎日筋トレはしてるけど。他にも運動してる。悪いやつをボコしたりはしてるよ。さすが師匠、これからの時代やっぱ強い女だよね。地上のお菓子って美味しいな。へえ、なんか私も食べたくなってきちゃった。やっぱやめた。美味しいのに。姫も運動すればいいじゃん。師匠、
効率いい筋トレ教えてよ。いいよ、一緒にやろう。わひゃひゃ。運動するなら食べちゃおうかな。死ぬ。死ななくてよかったですね。もう一生お菓子食べててくれ。でももうやめようと。おいやいやいや、やっぱあと一口。よし、やっぱやめた。かかか、サトシ君、壊れたおもちゃみたいですね。4時間後。師匠どうしたの？あ、いや、ブラックのやつなかなか来ないなって自分から呼んだくせにさ。師匠ってブラックのこと気になってるんだ。はあ？だって師匠すっごくそわそわしてるよ。それはほら、あいつまた撮影とか企んでるかもって。それだけじゃないでしょ。別にそんなんじゃ。恋愛相談なら任せてよ。師匠のためなら協力するよ。告白とかした？するわけないじゃん。別にあんなやつ好きじゃないし。よっしゃ。茜さん、意外とお菓子好きなんですね。じい、恥ずかしい話を続けよう。永遠にだ。照れちゃって。照れてない、ほんとそんなんじゃないから。ただライバルってだけ。あいつは魔界ナンバーワンだけど、私がいつか抜いてやるんだ。やっはっはっは。てかさ、さっきからなんか声しない？そう？なんか部屋の外で笑い声がするような。やっは、やっぱ聞こえる。なんか怖い。ん？なんかこの壁立て付けが緩いぞ。えい！そして、ブラック！バレちゃいましたか？何ここ？サトシ君、何やってんの？いや、その…途中で終わっちゃったので、サトシ君の挑戦は無効です。じい、ちくしょう！何やってんだよ。新しい遊びか？変わってるね。違うよ！動画撮ってたの！サトシ君が豪華賞品のために、あらゆる辛いチャレンジに耐える様子を魔界の皆さんに生中継してたんです。ふーん。そういうのが人気なんだ。サトシ、私の動画にも出てよ。いい。絶対やだよ。大丈夫、ちょっと拷問されるだけだって。何が大丈夫なの？いいじゃん、ちょっとくらい。そういう問題じゃないから。かかか、いつもと逆ですね。じ、動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価よろしくです。次の鬼矢花テーマは君かもしれませんよ。